こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は輸出すると高く売れるポケモングッズですね。ポケモン GO が人気で、ポケモン関連の商品、どういうのがね、儲かるか、ご質問がありました。で、これがいいですっていうふうにですね、全部特定しちゃうと、みんなバッティングしちゃうんで、自分の、扱いやすい商品、あるいは扱ってみたい商品、それを具体的に出してですね、相談していただければ、こういうふうに扱うといいですよとかですね、その商品はこういう理由でちょっと厳しいですというアドバイスができますので、お気軽にご質問ください。で、今回はね、簡単に手に入りそうな商品で、どういうのが儲かりますかという、質問があったんですけど、なかなか、ね、いい質問で、実は、簡単に手に入る商品というのは、そのまますぐに売ると、ほとんどの場合儲からないというのが言えます。これね、売れそうな商品、これは売れるんじゃないかなって商品は、例えばね、売れてますっていうことで分かったりとかで、あるいは、普通に、ね、ちょっと探せば見つかります。ところが、売れるってことと儲かるってことがね、イコールだったら苦労はないんですけど、ほとんどの場合、イコールじゃないです。むしろすごい売れててね、どこでも買えると。どこでも買えてすごい売れてて、大手も扱ってるから、大量に売る大手が安く売ってる。で、我々ね、輸出で儲けようと、副業で、細かく送って儲けようという人間には儲ける余地がなかったと。あるいは、儲かると思ったけど、すぐ大手の参入に損したということがよくあります。そういうふうになりそうな商品を避けると。で、そういうのを考えると、以前売ってた商品、これね、今買おうと思ってもね、なかなか買えないですよね。限られた場所でしか買わない。で、ちょうどいいのが、バッジ、ね、ポケモンの151種類の、ね、コンプリートしたバッジセット、これがあります。で、これ、eBay でですね、249ドルで決まってます。レートはね、100円前後の時か120円前後の時か、それによって違いますけど、大体120円前後の時に、決まってるんで、3万円と。今のレートで考えても、2万7000円ぐらいという金額です。で、制約はその250ドルであると。で、売り出してるのはね、450ドル。さらに高い値ではその倍ぐらいで売り出してると。で、これ他の売り出しがいないんでですね、もしかしたらね、高いけど、ポケモン GO も人気だし、今、入ってこない商品なんでですね、これ450ドルって言っても売れてもおかしくない。ところが、ヤフオクで買うと12,300円。これ12,300円で、今ね、今さっきこれ見つけてきた商品なんで、今売ってる人がいると。この辺は、儲かりそうな商品ですね。実際にこうして動画にして皆さんに公開してるってことは、これよりももっとね、ふさわしい商品があるんですけど、ただ一例として、ちょっと見れば簡単に見つかるというのでね、事例として、割とメジャーな商品、バッチメジャーな商品なんで、面白いんじゃないかなと思ってご紹介しました。このバッジをこのままね、売っても今回は儲かりそうですけど、バッジが出てきたということはですね、いろんなバッジを売り方、バッジを切り口にどうするかとか、バッジそのものをどう仕入れるかとか、そういうのをいろいろ工夫するとね、さらに、儲かる余地がどんどん広がってきます。とりあえず、オーソドックスな話としても、ヤフオクで買って eBay で売れば倍で売れるというね、商品です。これね、10分ちょっと探しただけですぐ見つかるわけですから、こういう、この値の商品かなというので当たりをつけて、見つければ、ね、適切なキーワードとか入れて見つければ割と簡単に見つかる。で、しかも、日本だとね、ポケモン、人気ではありますけど、海外ほど人気ではないと。だからこういう商品がね、ヤフオクなんかを見るとかなり安く買えるチャンスが多い。そして海外のポケモン人気っていうのは日本とは比較にならないぐらい人気です。で、
海外にはね、ポケモンセンターとかの商品っていうのはね、当然ショップがないんで買えませんので、そういう商品を扱うと割と大きく、利益が取れる余地があるというふうになってます。また、商品の方ですね、事例で紹介しようかなと思うのができたらご紹介しますけど、どんどん、自分でも探してですね、この辺どうかなというのがあったら、ご相談いただければと思います。ポケモンを流行ってますんでね、なんか扱い商品の幅広げたいなという方はね、ちょっとポケモン関連グッズ、探してみると、結構儲かるんではないでしょうか。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。